はいどうも谷口ですよろしくお願いします前回面積公式をやったわけなんですけれど今日は三角比の面積公式に関わる応用問題についてやっていこうと思いますそれでは早速やっていきましょうはいそれではいきなりですが問題60.1やっていくことにしましょう角 A60°AB=3AC=4 の三角形 ABC において角 A の二等分線と BC との交点を D とするとき時 線分 a d の長さを出してください。こんな問題やってみることにします。黒板いきます。はい、六十点一はこんな問題。a b が三、a c が四となるような三角形 a b c において。角 a の。二等分線と b c の交点を d というふうにするそうです。角 a は六十度だったから。 BAD と DAC はそれぞれ30度だよねいいね書いてくこんな感じだよねこの時 AD の長さが欲しいこんな問題なんですよこの問題やり方はいろいろあるんだけれど実は面積を利用するとあっさりと解けてしまうんで今日は面積を使った解法について説明しようと思います でね、これどうやってやるかっていうとまず AD の長さを X と置くことにしようかえー、先生求めたいものは AD の長さで,すよ、ね、なんで面積考えるんですかそう思うかもしれないけれどちょっとついてきてあのね今さちょっとこの図見て三角形 ABC の面積って三角形 ABD と。 三角形 ADC のの面積の輪になるよね。あ高校数学では三角形の面積をこのように表すことがあるからこのことは知っておいてね。でこれ最初に思いついた人はめちゃくちゃすごいなと思うんだけど面積公式前回やったよねこのように三角形があった時三角形の面積を S とすると。 三角形の面積は 2, 2辺とその間の角もしくは2辺とその間のサインが分かっていたら面積が出せるのださあこっちに戻るよ今三角形 abc の面積っていうのはほらほら二2辺とこの間の角が分かってるでしょだから、三角形 ABC は、 このように表すことができそうだよねいいよねでさあでさあこれ今度は三角形 ABD 見てみるよ三角形 ABD っていうのは今僕は AD の長さを X といたから1分の2三角形 X かける3位30度でかけそうだよね三角形 ABD はこのようになりそう これも同じように書けそうじゃない x4 間は30度だからこのようになりそういいねほら見て見て<ん> x についての方程式が作れたよねいいよねこれを x について解けばゴールなんじゃないかなわかる サイン度って2分のルート3 0度は二分の1だったね。この式ってこういうふうに変わるからほら x について解けば x でそうだよね。ここが約分できそうだから左辺は3ルート3。こいつは こうなってこいつは約分せずここ書いておこうか4分の 4x だからこれ足して4分の7になりそうだよね x イコールという風に解いてあげれば7分の1 2ト3となってゴールですよろしいでしょうかこのように角の二等分線の長さを求めたいときは面積を使うと結構あっさりと求めることができるケースが多いのでこういった問題解くときには ぜひ面積を意識してやってみてくださいそれでは60点にやっていくことにしましょうはいそれでは問題60点にやっていくことにしましょう四角形 ABCD は円に内接しており AB イコール 5BC イコール CD イコール 4DA イコール1とするこの時以下の値を求めようとして問題が3問与えられておりますこれよく出るんだよな 特番で順番に見ていくことにしましょう。はい、六十点には図を書くとこんな感じになります。で、僕はよく言ってるんだけれど、やっぱり図形問題はまず。図を書く、最初にこれをやってください。いいね、やっぱりね、図形問題が苦手っていう子は。図を書かない子が非常に多い。書かずにできる人も。 いるかもしれないけれどそんな人はまれなんでまずきちんと与えられた条件を使って図を書くようにしてくださいね。であとね家で勉強するときに問題文に図があったとしてもノートに真似て書いた方がいいよ。真似て書いていくうちにちょっとずつ自分で図が書けるようになってくるからきちんとノートに書いてくださいね。はいではやっていきましょうこれこ1で何がしたいいかっていうと AC の長さが欲しいんだよね AC を X と置くことにしましょうかこいつもよくやるからちゃんと頭に入れといてね円に内接する四角形って対角の和が180度でしょ円に内接する四角形問題はほぼほぼ確実にこれを使うから角 ABC をシータと置いてください。んでんでこの お向かいの角角 ADC これをこのように設定することにしましょう円に内接する四角形問題はこのように最初に角度を定めておくといいよではではここから AC の長さ X を頑張って求めていくことにしましょうはい1 1は AC の長さが欲しいんだけれどこれ僕がよく言ってるんだけれど こういう図形問題はまず求めたい辺や角が絡んだ三角形に着目しましょうって言ってますもちろんそれでうまくいかない問題もあるから臨機応変に柔軟に対応してほしいんだけれどまずは AC が絡んだ三角形に着目するようにしてくださいでなんで三角形に着目するといいかっていうと僕らは この第60項までに三角形に関する定理をいくつか勉強したよね正弦定理余弦定理面積公式例えば直角三角形だったら中学校でやった三平方の定理なんかが使えます僕らはこれまで三角形に関する定理をたくさん勉強したので三角形に着目すると使えるアイテムが増えるんだねだから今回は AC を含んだ三角形 ABC と三角形 ADC に着目することにしますまず答案の方で置いとこうかこのように文字を置いておくことにします三角形 ABC と三角形 ADC を見てみるとまずこっち行こうか二辺とその間の角度を使えば お向かいさんを求めることができるという定理があったねそう予言定理<お>三角形 ABC とあとこちらでも予言定理使えそうだよねこれとこれと角分かってるからお向かいさん X をこれらで表せそうなんで三角形 ABC と三角形 ADC で予言定理を使ってみましょうか 三角形 ABC と ADC で予言定理よりお向かいさんの2乗はお隣2乗お隣2乗マイナス2倍のお隣同士の掛け算間のコサインだったねこのようになると三角形 ADC でも同じように予言定理使いましょうかこのようになりますいいね でさ。これもういい。コサインの百八十度引くシータ。これ何になるかっていうと。マイナスコサインシータになるんだったね。忘れた人は第五十三項を見ておいてね。コサイン百八十度引くシータをこのように書き換えて。ちょっとこれ全体整頓しましょうか。はい、整理するとこのようになります。いいね。でさ、これってさ。 x の二乗とコサインシータを大きな塊で見ると丸と三角の連立方程式に見えるよね。溶けそうだよねで今回求めたいのは x なんだけれどこれねいきなり x 求めるんじゃなくてこれここ等しいわけでしょ代入したら コサインが結構簡単に出せそうだよねだからだからまずいきなり x 出すんじゃなくって一旦コサインシータを求めるのがこの問題の一つの鉄則になります。2番を1に代入しましょうか。代入するとこのようになってコサインについて解くとコサインは1 2分の1になりそうだね。ここれ3番にしとこうかあとは欲しいのは x でしょ 分 1, 1 2をここかここに突っ込めば、X、が出せそうだよね1にしようかなこのようになってこれ21になるよねよって、X、は21となり AC は21となってゴールですよろしいでしょうかそれでは2やっていくことにしましょう 括の2やっていきます。括弧の2はこの四角形の面積を求めよう。こういう問題なんだけれど、さっき僕は言ったよね。三角形に着目すると使える公式が増えるよって。で、この三角形にはちょっと着目すると、じゃこっち見て。コサインシータ2分の1なんでしょう。シータ60度だよね。 シータ度だよねお分の一 b c s i n 6 0度計算すれば面積が出せそうだよね。いいよね。今回はこれを使って面積を求めることにしましょうか。θ は0から1 8 0度だから cosθ=2 分の1により。 シータは60度と分かりますよって求める面積を S とすれば面積 S っていうのはこの三角形とこの三角形の面積の和だよね。おお !?2 分の1かけ5かけ4かけサイン6 0度か。 各 ADC は分のかけここ1だよねここ4だよねここが60度だからお向かいは180-60で120度か2分の1かける1かける4かける sin120 度になりそうだね sin60 度は2分のルート3。 3 2 0度も2分のルート3なのでこのようになって6ルート3となってゴールですよろしいでしょうかはいそれでは括弧の3やっていくことにしましょう若干応用問題だね3はどういうういい問題かっていうと BD と AC の交点を E としたとき、この AE の長さを出してください。こういう問題なんだね。で、これは AE を含む三角形を考えるのかななんて思うかもしれないけれども、カッコ一とカッコ二で結構いろんな値を出してきているので、これらの値をうまく使えないかなということを考えてみましょうか。はい、じゃあ問題分析いきます。 欲しいのは AE の長さなんだけれど、カッコの1で AC の長さを求めているんだよね。そう、ここからここまでの長さはカッコの1で出してるんだよ。で、こう考えます。この長さを利用して AE 出せないかなって、そういうふうに思ってみましょうか。そうしたときに僕が思ったのは、AE と EC の比が分かれば、 っいい使って A、e、の長さが出せるんじゃないかそういうふうに思いました A×EC が分かれば良いといいねでこれをどうやって出すのかというところなんだけれど今回は面積をを使ってて求めてみようと思います、はい、でここでちょっと基本事項の確認 これって中学校でやってるっちゃやってるんだけれど忘れてるって人もいるかもしれないからちょっと確認しときます今底辺が共通の三角形を2つ考えたときにこの三角形の面積の比は高さの比になるということが知られてますえそうなのっていう人のためにちょこっと簡単に説明しておくと今な ここ A にするだろうそうすると S ってこうかけるよね同じように S も底辺 A で高さ H2 だからこのようにかけそう S1 対 S2 見てみるとこうなるからさバサバサ消えてこれが出てきそうだよね底辺が共通であれば 面積比は高さの比になるこのことを頭に置いといてくださいちょっとこっちに戻るよ今回三角形 ABD と DBC に着目しますこれって底辺 BD が共通だよねだからこれこうなるんじゃない AE と EC は高さの 比に対応しそうだから AE:EC は高さの比に等しい高さの比は面積の比に等しいわけだから AE:EC はこの三角形とこの三角形の面積比になりそう。出たよ。ここを α ここを1 8 0フ α というふうに してあげるとこれってこうなりそうだよねこれってこうなりそうだよね僕はこれが確認したかったんですよサインの1 8 0フ α は第53項でやったよねサイン α やねえわかるデンデン デンデンと約分できそうだから比は5対16と分かるよねそうか5対16なんかということが分かりますよってよって AE の長さは21等分したうちの5つ分の AC ということなんで21分の5ルート21となってゴです。<laughs> よろしいでしょうか。はい、本日は三角形の面積公式に関する応用問題を二つ見てきました。この二つの問題はよく見かける問題ですので、きちんと復習しておいてください。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お疲れ様でした。